チャンネル始まるよ。パラッパラーパラッパラー。はーい、今日は麻婆豆腐にもやしを入れた麻婆豆腐を作っちゃうよ。食材は丸美屋麻婆豆腐の素。あと、片栗粉。あとちょっとひき肉と玉ねぎみじん切りにしたやつ、あともやしを入れて、それで炒めていきたいと思います。豆腐はあの冷蔵庫に入ってるんで後で持ってきます。では油持ってきます。引いてないんか。はい、サラダ油。でこれなんていう料理名？え？もやし入りフリマーボーで、もやし入りフリマーボー丼です。流行りのあれじゃないですか、津波飯でした。あのもやし入れたらちょっとシャキシャキ感。二郎系ちょっとした二郎系ですね。はい、下味はなしで。下味つけません。料理名はあのもやし、あどうしようかな、二郎系フリーマーボーです。ブレてますね。それでは豆腐用意していきます。何の豆腐？絹ごし豆腐、なんと。ちょっといくらな。3つで55円で。いくら？縦横4つに。ちょっと豆腐って最後に入れた方がいいんじゃない？あの途中から入れても全然 OK です。いや崩れませんかったか。少し崩れた方が美味しく感じます。美味しく感じます。あん
の素入れた方が入れてからあの、とろみつけてから入れた方がいいんじゃないですか。甘み、はい。大丈夫大丈夫。はい、これ豆腐を。ちなみにこれ料理名なんていうの？二郎系栗麻婆です。崩れませんかこれ。わ、なんかいい感じですね。え、なんか入れたかったらしい。これをそっちに入れて。こんなんしかないんですか。で、こちらでます。いやいやいや、混ざってないですけど。下に溜まってますか。はい。箸かなんか持ってきたら。箸持ってきます。はい。箸持ってきたんで。こっち片栗粉を作って入れます。火力大丈夫ですか？火力は強火です。強火でいくんですか？これじっくりポトポト強火で。強火ならじっくりじゃないよね。ちょっと 弱火にしまして中火かな。待った。誰がですか？自分が待ちに待った。何やってるんですか？麻婆豆腐の素。何が入ってるかはお楽しみで。投入。ひき肉少し入ってますね、これ。ルーの中にひき肉入れて。ルー？元にひき肉入ってます。だけどさらに追い打ちかけてひき肉入れて。やりします。そこ焦げないようにちょっと。どうだ、焦げないようにいい感じにあれして。カレーって何よ。ちょっと混ぜて。もやしって合うんですか？もやしが合うかどうかはちょっと
今日初で試してみます、見たんで。で、ちょっと1分待ちます。では、また出来上がってます。はい、それではフライパン入れたら、まあ、いい感じにできたんで、火を止めて、盛り付けて完成です。二郎系、あ、プリの二郎系麻婆豆腐です。出来上がり。はい、プリです。先ほど作った二郎系プリ麻婆豆腐、いただきます。シャキシャキ欲しい人には最高ですね。点数を、点数は、自分なりに95点です。100点満点中75点ぐらいです。いや、さっき95言ってた。何が足りないの、5点。ちょっと納豆が足りないかもしれない。これにからしとタレ抜いた納豆を入れるとまたさらに美味しくなって、多分それ100点だと思う。今度作れ。今度また作ってみます。なんていうやつ？二郎系納豆プリ麻婆です。それを作って、次回作ってみんなに食べれるような感じにしたいと思います。作って、みんなから作ってもらいたいと思います。何が作った？自分も作りますけど、
作ってやるよ。それだよ。それではチャンネル登録、グッドボタン、あとはコメントも。どういうの欲しいの？コメントはうわ見た目悪いなみたいな感じでもいいんですけど、まあ達成シャツ着てんだ。シャツはちょっとかっけね。それではまたみんな見てね。